チャンネルでお願いします。日山さんどうぞよろしくお願い,い,し,まお願いします。今日はあの携帯持ってきてるので <laughs> 大丈夫ですよ。<laughs> ならないです。はい。はい、よろしくお願い,いします。あのまあえ前回の話で言いますとですね、まあ、はい、見ていただいた方からいろいろメッセージもいただいてましてですね、檜、えー、山雅博、はい、阪神入閣はしないんですかっていう。<laughs> はい、そこですかはまずそれが来ましたです、ねえー、あの話を聞いて全然それはないですねもう一つ多く来ましたのがね檜、はい、山さん、はい、この関西で人気のおはよう朝日ですのスタジオでやってるらしいですけど、はい、エレクトーンピアノの練習はしたんですかとまだしてないんですよちょっと止められてる 部分もあるんですすよとと言いますと絶対こう、まあ、途中でやめますよという <laughs> <あ>ような話がこうあったりとかするんで <laughs> そう言いながらいや檜山さん結構野球もそうですけど突き詰めてどん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 技術を磨くの好きじゃないですかですですだから一回こうひきある程度弾けるようになったら多分そこからグッていくんでしょうけど多分それまでの間にこうちょっと無理やなと思った瞬間に萎えるような感じがして多分それを察知している友達はやめた方がいいと。はい いう,ふうに言われたりとかねあらあらでもやっぱりねこう手先が器用になるからやってもいいのかなと思ったりとかね,、はい、ねステイホームの時間をうまく使いたいんだと前回おっしゃっててね。 あの番組でエレクトーンの名だからもうなっちゃんに代わってね一回番組のどっかでね「はい、おはよう朝日です」ってただいま7時50何分とか言ってねこれまあ「おはよう朝日です」が関西の番組ですけどねはい、はい、もう今やもう、うん、いろんなチャンネルいろんなメディアでどん,どん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 全国の方も見ていただけるんではい、はい、じゃあ次回「トラ虎ンチャンネル」に来られた時はちょっと簡易でやってみてちょっとねなんかもしあのやってるようだったらちょっと言いますね。 僕も発表したい方なんでやってればやるからには発表したいですもちろんそうですやっぱりねそこはねさすがプロそれはもう何事も挑戦ですよはいさあで阪神タイガースですよまたこの1週間もゴールデンウィークの後半っていうんですかねうまく戦ってっていう感じでしたよねですねやっっぱりバランスががいいですねちょと今ピッチャー陣陣先発投手 疲れ気味になってるんですけどでも,もうやっぱりその分打線が点を取ってあげたりとか、うん、で先制されても粘り強くこう我慢して終盤に逆転して勝ったりとかしてるのでそう,そ,うそうなるとチーム自身もこう自信がついてくるし、はい、粘りもできてくるんでまあただこの1週間で、はい、まあタイガーさんとしてはね 星勘定はまずまずだったんですけどちょっと気になるところはチームを離れてしまう選手がまず大山それからガンケルが今日月曜日の時点で登録抹消されましてねという状況でしたで代わりに背番号24番が来ちゃいましたね1軍に上がってきましたロハスジュニア気になりますでしょ気になますよやっぱりどこのチームでも24番気になるんですけどやっぱりタイガースの24になともっとやっぱり気になるのがやっぱりこれ本音なんでね ずばりどうですかえと、ね、まだね、えー、1試合だけじゃないですかでもまあ見てやっぱりね結果出したいという気持ち焦りはすごくあったな力んでるなっていうのはあるんですけども、まあ、でもやっぱり時間を見てあげてほしいなっていうのはあるんですけども現状でもその今のチーム状況ですねあの両今、まあ、野手で2人、まあ、それこそ、えー、マルテ、えー、サンズが調子いいじゃないですか。はい、そこに来てじゃあ ロハスをこうどうかしてっていうのが今まあ正直なかなかねその外国人枠の兼ね合いもあるからなかなか難しいっていうあとチームの状況もいいってなるのであのロハス選手は国にとっては国でしょうけどもうチャンスっていうのはいつもだったらえ1か月ぐらい優位を上げてほしいなとかあるんですけどももうすぐにこう数試合で結果を出さないとちょっと今チーム状況的には。 別にロハスがその調子が、ね、上がってくるのを待たなくてもそこでこう例えば打線が6番のロハスで途切れるようだったら糸井選手も今いいう川、ん、選手もいい、はい、待つ必要,必要がないんじゃないのとかねなりがち<ー>だからすごくかわ,いすかわいそうというかなんかねっ酷ですね、まあ、<や>またこれも、まあ、コロナ禍でやっぱり韓国から来るのがね韓国じゃないもう一回家に戻ってるんで向こうから来るのが。 やっっぱ遅くなった合流するのがねっていうのもあったりとかちょっとなかなか彼にとっては不利な部分があったりするのが、ね、かかこれねチームがねあの B クラスで今低迷してたら打,てなく打線も打てなくてだったら「ロハスなんとか頑張ってくれ」って言ってこう、まあ、何試合かずっと我慢していずれ打てるようになるだろうとかあるんですけど、はい、まあそこも別にチームとしては待つ必要ないっていうような感じになって。<laughs> なるのかなと？といやそうなんですよ。外国人がシーズンの途中に来るパターンって、うん、まあ阪神にもありましたよ。はい、もうどうもチームがうまいこといかないとそうなだから、この人に頼らなきゃいけないってことで、途中から出てきてもらうとで、うんね、そうなると多少打てなくても確かに我慢して、うん、でじわじわ打ってくる。選手って今まででもたくさんいました。はい、まあロハスも急に爆発してくれればいいですけど。うん 最初打てなくてもそうなる可能性もあるかもしれないけど、うんうん、そこがチーム事情がいいがゆえに許さななないいかもしれないそうなんですよね、えー、でまた、まあ、これがチームがダントツで、ね、あの1位だったりですけども、まあ、3.5ゲームぐらいでもう下にはもうジャイアンツがいるっていうのがあると<う>やっぱり勝てる時に勝ってこう貯金をずっと貯めておかないと、うん、やっぱ怖いっていう部分が。なんか ちょっととるもの,の悩みと言いますかねそうなんでもさあで、はい、今週なんですけれども、はいえー、明日火曜日阪神・中日戦は西勇輝と小笠原と、はい、で人の不幸こんなこと言っちゃいけませんけど、うんうん、中日大野雄大が火曜日来る予定だったのが、はい、これ、えー、とちょっとおそらく肘肩だと思うんですけども、うん、お違和感があって登録抹消ということで。はい ままあまあ中日もちょっと投手繰りが来るしい、うん、で週末、巨人と戦うという1週間ですけどジャイアンツもまあ坂本選手が怪我とかどこのチームでもやっぱり怪我人がちょっとずつやっぱり増えてきているというのがあるとやっぱりもともと選手層が厚いタイガースはやっぱ有利ですよねそれこそ大山選手、怪我しますけどその代わりにねこう佐藤選手が入って4番入って活躍ししてるしなんかあっさり普通に4番打ってますよね。ね なななんんんかか全然なんかプレッシャーも感じてない日山さん最初4番打った時どうでしたいやもうまあ嬉しいっていうのと、はい、あとまあ嬉しいっていうのは試合前までだけで試合になったらやっぱりね <laughs> ドキドキするし、はい、ましてやもうマスコミの方々が第何代4番とかね言われたりとかするんでもうすごくなんかあのチームが負けた時はやっぱりね <laughs> すぐ注目を浴びるんでなんか。 難しかったですね。で、佐藤見ててどうですか、すごいなっていう、また、やっぱり前後に両外国人が打ってくれてるっていうので、やっぱり本人もすごく助かってる部分があると思いますでもいい経験してますよね。で、戦力でいうと、おそらくこれ、ガーンケルがファームに下がりましたんで、アルカンタラ、ファームで2試合投げて、10イニングで無失点なんですよね。そそうですねこも ガンケル投手には悪いですけどもタイミング的にはあのすんなりとチームとして上げれるっていう、はい、まあンス選手もそうだし大山選手の怪我で上げれたっていうのがあるんで、うん、やっぱり、あのー、どうして上げたんだっていうのは思えないような状況に今はもうなってるからうん、うん、すんなりとポンっていってこれでアルカンタラ投手はもうまた活躍してくれれば。 いいいいなとううふうに思いますけど、ね、ロハス選手が上がってくる状況とアルカンタラ投手が上がってくる状況と微妙に違うのでう、うん、これもなんかかああややといいうか難しでですねもまあ、やっぱり野球ってピッチャーが中心なんで、はい、ゲームを作ってくれないとだめなんで、はい、となると先発投手アルカンタラってなるとこの戦力的な部分では彼に対する期待値は大きいですよね。はあ、あとね最後に一つだけ、うん、僕も 野球ファン一野球ファンとしてね、はい、檜山さんに伺いたいのはそうなんです。ちょっと話出ましたけど、ジャイアンツの坂本が怪我をしました。はいはい、あれ、決勝球で慌ててこうルイ戻った時に、手をついてしまって、はい、親指の骨折。はいはい、でその前の日はホークスのグラシャルがやっぱり同じようにはい、はい、こう手から戻ってって骨折と。はいはい、まあ我々のあの ABC テレビの野球解説者で言いますとね、福本豊さんが盛んに。はいはい 分かるけど、うん、ヘッドスライディング分かるけど本当に危ないんで特に子どもたちなんか気をつけた方がいいんですよなんておっしゃいますけど檜山さんこれどうお考えになりまかこれね微妙なんですねやっぱりチームのことを考えるがゆえにこうやっぱりついちゃ頭からパッって気持ちが入っていっちゃうというのがあったりとかするんですよね。野球だからそれはあ,ありますねやっぱ団体スポーツなんで、はいうん、でまあ県制とかねあの例えば逆を使ってキャッチャーからの送球とかになったりするとどうしてもセーフになりたいとか。 思ったりするのでなんかやっぱりありがちですけども、うん、やっぱ怪我した時っていうのはやっぱりすごく大きな代償を得てまうんでねヘッドサイドになるとちょっと多少むち打ちみたいな感じであのガーンとこう首いっちゃったりとか、はい、外野の場合はダイビングキャッチで、はい、あの内野手ってゴ、ね、ロなんで低いところからのダイビングなんで、はい、そういうところまではならないですよ外野手って思いっきり普通に走ってのダイビングキャッチなんで,で、ね、上から下にドーン ってなるんであ<ー>まあ言えば赤星君がこうね首やっちゃったとかいうのはあるんでただでもチームのためにっていう強い気持ちがあるがゆえになっちゃうっていう、うん、難しいですねでもね例えば野球やってる子供たちとか、うん、を見てらっしゃるお母様方とかにね、まあ、例えばもうガッツあふれるプレーは絶対やるべきだけどはい、はい、でもこれは気をつけた方がいいよなんてことはどうですか やっぱりねあの何が何でも絶対常にヘッドスライディングをして気持ちを出してるっていうのは別にそこはやる必要ないんじゃないっていう、うん、それはもう無駄だなというふうに思うので、うん、やっぱりある一定のその「ここ!」っていう時にこう気持ちが入っちゃってるのは僕は正直致し方がないっていう部分もあったりとか、うん、その子の気持ちその選手の気持ちが現れなのでっていうのはありますね。うん、ただ 今っていう野球でもこうそのクロスプレーでもキャッチャーのねあのクロスプレーでこうホームに行くのでもやっぱりルール的にはブロックするのがダメになってるんでそうなるとまあホームでも今ヘッドサイドしてる選手いたりする,するんですけども昔だったらねそれブロックあるんでホームだけはヘッドライドには絶対僕はしたらダメだとか、うん、あと盗塁もやっぱり。 野手のタッチプレーで膝が入ったりする可能性があるんでそこは危険を伴うんで、えー、ヘッドスライディングはしてほしくないなっていう部分はあるんですけど、うん、今はねそこまでの,その、まあ、ブロックする部分もないんでどうかなっていう部分があったりとかうん、うん、でも勢いがつけばつくほどやっぱりヘッドスライディングの危険性は高くなりますうん、うん、っていうのがあるんでね難しいです。相手がいいるるととと余計でで、ね、です、ね、内野陣とかでのの補給でこうヘッドスライディングして取うのは あえていないいななじゃないですか自分が取りに行ってるだけなんだけど、うん、ある程度ヘッドスライルも計算できる外野手でもまあ高いところは飛びますけどもある程度自分が飛んでの計算はできるんですけどね、うん、やっぱ返球とかそういうのが入ったりとか早球入るとあえて取る野手がいるんで、うん、ちょっとやっぱそこは。 気をつけてもらいたいなっていうのはあります。そうですね。ぜひ本当野球を楽しくやるためにも、こう激しく楽しくやるっていう意味でもね、その辺の高飛山さんのお話もちょっとこう参考に。何をするのでもやっぱり怪我をすると好きな野球ができない、好きなスポーツができないっていうのはやっぱあるんでね。やっぱりまあ付き物なんですけども注意しながら。そうですね。はい、ありがとうございます。ということで、檜山さんのいいお話がありましたんで、次回檜山さんご登場されるときはあの。 聞かれますからどうぞ皆さんお楽しみにお待ちくださ進められたよちょっとやばいから言っちゃうかこれちょっとネット注文しなあかんなステイホーム充実させてくださいねはいどうもありがとうございましたでは失礼しますありがとうございましたいいどうも失礼します買わなあかんやこれ完全にちょっと切ってよ今のうまいこともう一回もう一回切ります おはよう朝日です。ただいま7時45分。今日も元気でいってらっしゃい。これそれないやもうこれもちっちゃい時から見てたからね。井上竜介さんです。ああ、龍さん。